吉宗評判記暴れん坊将軍。ただいま。どちら様で？南町の城周りの者だ。火急の用がある。開けい、急げ急げ。へへ、主の神戸を呼べ。どうもご苦労様でございます。このような夜更けに一体どのようなご用件でございましょうか。たった今当屋敷に地雷を仕掛けたという密告があってな、早急に取り調べて、もしその地雷が爆発すればこの家もろとも吹っ飛ぶであろう。それはまことでございますか。我々も慎重に探索する上、しばしの間お前たちは表へ避難しておれ。はい、ですがいたずらに騒ぎ立てて近隣を起こすでないぞ。はい、ではただいま寝ている者たちを。はい、はい、何をしておるか。早く止めてくれ。はい、はい、蔵の鍵はどこじゃ。地雷が隠されている場合があるでな。はい、大旦那様の部屋に。うん、これです。うん、その方もすぐ表へ出るがよ。はい、これ何をいたしておる。急がんか。はい、ガガガ。暇がかかりすぎると思いませんか。そういえばそうだな。お前ちょっと置いて見といて。え、お前行け。ああ、やられた。大旦那様、やられました。大旦那様、やられました。大旦那様。彼にことを書いて、そやつら我が南町の同心であると。いや、全くもって煮え湯を飲まされたような思いでございます。なるほど、役人の身なりをしておれば誰でも天から信じてしまう。うん、なかなか西との盲点をついたものだ。よく考えた。上様、感心してる場合では。
いやしかし何ということじゃ。このようなことが度重なれば、越前殿、呉府内を取り締まる南町の維新にも関わろうと申すものじゃ。これは由々しきことですぞ。はあ、私もそれは痛切に。へえ、だけど随分鮮やかな手口だね。ね、俺は人を傷つけねえところが聞いたな。いやけど、お棚は大変でございます。大旦那様は親戚筋から借金をするやら何やらで。そうだろうな。やっぱり人を泣かせる盗人には変わりねえんだよ。あら、新さんいらっしゃい。役人に化けた盗人は横行してるそうだな。あれ、新さんもう知ってるんですかい。頭どうした。お兄ちゃんね、この人のお棚にお見舞いに行ったの。備前屋さん、この情なら大丈夫だぞ。二度とこんなことをされてはたまりませんよ。私はもう悔しくて。一体どれくらい持っていかれたんです。え、二両も。バカ、2000両だ。え、うるさい。あ、新さん、うん、あ、大旦那、足の知り合いで新さんって言うんだ。災難だったな、備前屋。はい。おい、どうしたんだ。旦那様、旦那様。それじゃ旦那様、お世話になりました。申し訳ございませんでした。ああ。水谷さん、あの娘は。クビにしたんですよ。あの女中はね、俗に蔵の鍵を渡しましてね。お役人のお調べで仲間じゃないってことは分かったんですがね、まあ、こっちも示しをつけなくちゃいけませんからね。いや、いや、ちょっと待ちなよ。おじさん、暇出されたんだってな。行く当てはあるのか。いいえ、なんせ急なことだったもんですから。国はどこなんだ。ずっと遠い丹波の国です。ちょっと事情があって帰ることは。そじゃ困るだろうな。かといって今すぐ働くたってろくな仕事はねえだろうし。そうだ、俺んとこ行きない。まあそういうことでな、2、3日で居候することになった、あのお嬢さんっつんだよ。ああ、お嬢です。どうかよろしくお願いします。あ、俺よ、あの元相撲取り手がリュウコってんだよ。あ、俺らこの中で一番頭のいい現像ってんだ。よろしくな。ちょっと俺手ってんだよ、ね、女の子優しいから、ね、俺つれ喧嘩なら任していて。うるさいね。いつまでやってんだ。あのね、私はね、ここのおちょこちょいのしっかり女房でおさい、こっちはね、妹のおまち。よろしく。なにや言ってんだろうね、勝手なこと言うんじゃねえや。しっかり亭主にどじに呼ぶんだよ。何言ってんだい。そんなことね、世間様が認めないよ。俺がしっかりしてるからお前が助かってんじゃねえか。何言ってんだい。私がしっかりしてるからお前さんがね、仕事に出かけられる。俺我慢してんだよ。まあまあ、頭よ、おかみさん、喧嘩はそのぐらいにしておいて。いらっしゃい。お、掛け一つ。はい。どうだ、糸口はつかめたか。おう。それは今のところ皆目。一味は新手を使って世間の目をくらませてはおりますが、これはよほど盗み働きに長けた連中ではないかと。俺もそう思う。一味が悪評を重ねるうちに頼むぞ。はい、ただいま。どちら様で。南町の者だ。近頃横行しておる偽役人のことについて詮議したい。表を開け。へっ。主を呼べ。ただいま、少々お待ちを。我らも南町の者だが、その方ら名は。おい、名前が言えんのか。さては、お前たちは。ああ、よしよし、ではここらでな。一つわしが渋いのぞきか。
いたか桜はまだ足りな。失礼します。御前様。なんじゃ。姫やっこさん、若菜さん、それに千鳥さん、離れのお座敷お願いします。はい、離れですよ。お願いします。はい、さっかーさん、どうぞ。お前まだ一人おったな。おりましたの。よしよし。悪かったかしら。あ、あたたたた、痛いよ。目は咲いたか桜はまだかいな。失礼します。御前様、あの小花さん、はい、離れのお客様が。はい。あら母様、ごめんなさい、また後でね。すいません。おお、小花、ここに来ていっぱい飲め。さあさあさあ、飲んでもうてくれ。派手にやりよってけしからん。おお、これは加納様。おう、その方があの席の。あ、いや、ちと鬱憤晴らしに家臣どもと。鬱憤晴らしとは何じゃ。いや、それは、眠れる獅子がごとく、我ら三河であり実さんが無役ゆえの無料を。加納さんもご一緒にいかがでございますか。いやいや、わしのことは構わんでくれ。踊り見とれてお花見を。退屈とは何じゃ。鬱憤とはどういうことじゃ。いや、いや、それは平に、平にご容赦を。ごめん。天下の直参も地に落ちたわ。いかがなされました。そば用人の加納と出会ったのだ。くそ、面白くない。痛くねえのか。うん、あんま痛くねえ。ああ、俺もバカに生まれてくれよかった。ああ、そういう意味だよ。お前、俺じゃねえよ。痛い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 んだよ、こっちこいって。あ、なるほど。おめえ、これ読めんのか。これ逆さまだぞ、お前。うん、そうか、なるほどな。うん。すいません、これ読んでくれますか。読むんですか。はい、鳥越町の備前屋に南町の同心と称して賊が侵入し、皆さん取り調べの儀あるゆえに速やかに都外へ出るべし。備前屋ってや、持ち去りに技術は2000年そうするとめ町田のごとき、蕎麦屋さんにて候。ねえ、お町さん、新さんっていうあのお侍さんはどんな人なの。新さん、新さんは猿お旗本の三男坊で、気持ちが良くて優しくて、それから腕っぷしが強くて、とっても頼りになる人。おやおや、ごちそうさま。そういう間柄でしたか。ねえ、似合うと思う？二人が？うん、ぴったりよ。わあ。それで、どうなの新さんは。え？そりゃ
もちろん新さんはそのつもりなんだけど、私がまだはっきりしないもんだから。おまし、何はっきりしねえんだよ。いや、何でもないの、何でもないの。ならいいけどな。あ、お嬢さん、いい働き虫が見つかったぞ。ちょっと来な。お嬢さん、よかったわね。はい、これも頭をはじめ皆さんのおかげです。お嬢さん、今度の店やな、盗人に入られるのはそんな大きな店じゃねえから安心しな。はい。ああ、新さんいらっしゃい。ちょうどよかった。お嬢さんの方向口が見つかって、今明日出かけるとこだったんですよ。ほう、どんなお店だ。両替町の十文字屋って絵蔵屋ですがね、まあ、口入り屋の姉妹さんの紹介だから確かでしょ。そうか、それはよかったな。はい。頭、ちょっと来ておくんなさい。近くで旗本終わらせしてやがんで。なんだって、おい。来たよ、ちぃ。バカ、待てよ、お前たちが悪いんじゃねえか、バカ野郎って。そんででしょ。お嬢くん、その減らず口を聞けぬようにしてやる。死ぬ。あじれ、二人に手出すのはやめだ。何？わけは聞いたよ。こいつはお前さん方、娘にちょっかい出したお前さん方が悪いな。文句があったらこのめぐみが相手になるぞ。そうよ、一旦旗本が怖くて俺っちの御用は座るかい。あったぼうよ、来るなら来やがれってんだ。入ってんだよ、こんな野郎。やが俺引き死ぬぜが。どいつかな、目打ちにしてくれるわ。王法とも、この喧嘩いならず。大岡様、どこにしてない。沈まれ。拙者南町奉行大岡越前、そこもと方天下直参の身でありながら、白昼このようなところで白人を振るっての狼藉はいかなる所存か、受け止まりたい。町奉行ごときがいらざる口出しを。欲しい。もういい。いらっしゃい。そばを一杯もらおうか。はい、ざる一枚。盗人仲間の聞き込みによりますと、一味はどうやらここ数年鳴りを潜めておりました、霞の宇三郎ではないかと。霞の宇三郎。女子供情け容赦なく殺戮いたす下道です。尻尾をつかめんのか。どこぞで隠れ蓑にお店をやっているという噂がございますが。どう通り、旦那様、新しくお勝手をやってもらうことになったお蝶です。お蝶と申します。はい、頼みますよ。うちは三人だけでね、三度三度うまい飯さえ作ってくれりゃそれでいいんだよ。はい。旦那様、こちらの方もよろしゅうございますね。あ、このお襟がいいね。一生懸命ご奉公させていただきます。うちは手狭でね、住み込みってわけにはいかないんでね、近くに長屋でも借りてあげましょう。いえ、佐久間町の方に知り合いがいますから、そこの長屋から通わせていただきます。あ、そうかい。それじゃ早速だが、お勝手を見てもらおうかね。はい、失礼いたします。おお、なかなかいい子じゃないか。どうした、浮かない顔して。ああ、どっかで見たような気がするんだ、あの女。おやつだ、おやつ。
お頭、どこ行ってたんです？ちょいと親切な人たちがいてね、成り行きから断れなくなっちまって、その人たちのところに厄介になってたのさ。備前屋に盗っ人が入ったってのはあれ本当ですか？本当も何もそのことが元でクビになっちまったんだよ。クソったれめ、せっかく私が城中になりすまして住み込んでさ、お前たちを引き込んでお宝をせしめようとしてたってのに。おう、何ぼやぼやしてんだよ、お酒継ぎなよ。あ、で、どうするんですお頭、盗みに入る当てがなくなっちまったからまた振り出しですか？今度はこっちがごっそりいただく番さ。忠相、霞の宇三郎とはどのような素性の男だ？あ、宇三郎は渡り中間上がりの男ですが、以前はよく大名屋敷などを荒らしておりましたが、探索の手が厳しくなってからは上方の方へ逃げ延びたという噂でございました。ほとぼりを冷まして前戻ってきたということか。越前殿、その宇三郎めは渡り中間の頃はどのような屋敷におったのじゃ？はじめは和田倉御門外の松平家、次が呉服橋内の水野家、最後が本所二つ目のこれは旗本ですが、分け引けとなっております。何、分け引けとは？分けべ歌の神のことか？あ、さようで。じい、存じょりか？はい、いささか果実とある場所で、あまりにも目に余る振る舞いをいたしておりましたので、ちと意見を。ある場所とはいかなるところじゃ？いや、それはまあ、そのつまり、そういえば私も町中で町方の者といさかいを起こしている旗本をいさめましたが、後で聞いたところ、これがその分部殿でございました。それもこれも無役の鬱憤晴らしだそうじゃ。分部歌の神か。半蔵。お、旗本分部の行場よりどうもよくない匂いがする。もしや霞の宇三郎とつながっているようなことは？はい、調べてみましょう。この絵はなかなか面白いね。ありがとう存じます。これはあの国春の新作でございまして、それはもう飛ぶように売れております。この顔の部あいつ足が痛くて失礼して。いや、まあこれをお納めくださいまし。御前様、ここんとこの荒稼ぎのこれ上がりでございましてね。へえ。宇三郎。へい。ぼちぼち町方の詮索は厳しくなってきたのではないのか？へえ、ちょいとね。ですからしばらく手控えようかと思ってんですよ。ああ、それがいい。せっかく上方でほとぼりを冷ましてきたのだ。今度はじっくり腰を据えて働いてもらわねばならんのでの。御前様、その代わりいざって時はよろしくお願いいたしやすよ。無論だ。しじみ入らんかね。あ、しじみ屋さん。いやいい天気だよな。よいしょ。4人分ばかりお願いね。へいへいへい。ねえ、お頭、どこの貸し衣装や古着屋行ってもね、同心の着るような衣装なんてねえんですよ。バカ。おや、しじみの味噌汁だね。はい。嬉しいね。私の大好物だよ。どれ見せて。へっへっ。おお、なかなかいいしじみだね、これ。朝取りだろ。へっ、それはもう。じゃあしじみ屋さん、また来てくださいね。へっへっ、毎度。また寄らせてもらいます。ご苦労さん。どうも。いやいや。
お蝶、お前さんがよくやってくれるんで助かってるよ。もう慣れた？はい。お給金のこともね、考えたいと思ってんだよ。ありがとうございます。いい子だね。困ったことがあったら言っておくれ。いけません、旦那様。大きな声出すんじゃねえ。いい子だね、スケベ野郎。仕事の邪魔だったかな。どうしているかと思ってな。ええ、この通り元気に。お蝶、構わないからそちら様と出ておいで。番頭さん、すまんな。あ、いらっしゃい。蝶太郎も。例の偽役人の盗っ人一味だが、手がかりが得られずに女将では難儀をしているそうだ。お蝶さんは丹波の国の出とか言っていたな。はい。事情があるそうだが、国へ寄る部屋はないのか。ええ、親兄弟はみんな離れ離れになってしまって、一人で生きていくしかないんです。私。そうか、大変だな。それはこれからは私なり頭なりをいくらでも頼りにしてくれて構わんのだ。お嬢さん、できる限り力になるぞ。はい。それじゃあ私これで。ここへ逃げ込んでは来なかったかな。いえ、誰も。そうか、では戸締まりをして早くお休みなさい。盗っ人の専業をいたす、早々に門戸を開放せよ。な、な門戸開くか。いえ、さあさあ、どうぞどうぞ。お待ちの旦那、お役目ご苦労に存じます。何事でございましょうか。盗っ人の詮議だから中改めて、そこ動くでない。動くでない。な、な、おっと、おい、待ちね。誰なんだてめえら。役人でねえことは分かってるんで。
何だって。この野郎、ふざけやがって。うち殺してくれるか。部長、やめな。待ってました。部長さん、動くんじゃないよ。私を堅気の女と信じたお前さんたちはとんだ間抜けさ。備前屋じゃまんまと一杯食ったけどね、今度はこっちがいただきさ。やっぱりあの時の今頃気づいたって遅いよ。何ぼやぼやしてんだよ。さっさとお宝を頂戴するんだよ。半蔵か。はあ。どうした。上様、やはり上様のご推察通り、旗本分部はいまだに宇三郎とつながっております。宇三郎は十文字屋と称する絵蔵屋になり、足げく分部のもとに出入りしている事実、分部の屋敷にて確認いたしました。半蔵、出かけるぞ。お嬢、こんなことしてただで済むと思って。ないね。悔し涙は後で流すんだね。行くよ。なんてこって、霞の宇三郎の長泣くぜ。これじゃやがらない。くそ、あのあまぶち殺せや宇三郎。元はといや、おめえがあの女に離れてた長くするからいけねえんだよ。なれてねえよ。てめえ、どうしたんだこれは。お嬢にありがねかったらやめたんだよ。てめえも仲間じゃねえのかい。何、お嬢が。おお、旦那様、お願いでございます。お縄を解いてくださいまし。つまらん芝居よせ。お前たちの正体とっくにバレてるんだ。さあ、詳しく話を聞かせてもらおうか。苦しい。わかった。話す。すべてお話しいたしよう。やったこれだけあればしばらく楽に暮らせるぜ。十分。徳田様、どうしてここが。佐久間町の長屋を手当たり次第当たってな。しかし驚いたぞ、お前がぬすっとだったとはな。十文字屋からすべて聞いてきた。誰なんですお頭。あ、お前も侍の偽物か。お嬢。はい。もう一働きしてみるか。さすれば俺がお上に掛け合って、お前たちの今までの罪を軽くしてやる。俺がこうしてお前たちを知った上は、もうどこへも逃げられんぞ。何をやればいいんですか。雲がついてんの。取って。いや、嫌いなんだ。どうだって嫌いなんだ。なんだ、それたちは。お前さんたちと霞の宇三郎のつながりを知ってるものさ。何？世間様に知られたくなかったら百両だしな。どうなんだよ。わかった。
このお漬物が成敗してくれる。待て、成敗されるのはわけべ歌の神その方だ。何やつだ貴様。俺は天下の風来坊徳田新之助だ。くせ者だ。出会え出会え。カタルに落ちたな。わけでこの三人に言われた出した金が何よりの証だ。盗っ人とつるんでの所業、無役の無料を慰めるためにしては非道が過ぎよ。英雄の礼切りせい。大臣のみならば一度はご尊顔を拝したはず。このお方をよく見るがよい。何？上様だってよ。上様って、あ、受け取りに書くあれか。そうだよ。バカ、将軍様だよ。なんだ。わけべ歌の神、天下直参の名を汚す愚か者め、評定所にて裁きを待つがよい。おい、お嬢。はい。この度の働き、礼を言うぞ。霞の宇三郎一味は忠助の裁きの末極刑に処せられた。一方、お蝶たち三人の盗っ人の罪かを調べた結果、三人はいずれも大した罪は犯しておらず、加えて旗本わけべの悪行の糾弾に一役買ったことから、新助丸八は百叩きの上50日間の所払い、さらにお蝶は同じく50日間の受牢という軽い刑が決まった。無論吉宗が陰から忠助に刑の酌量を頼んだことは言うまでもない。96、97、おい、もう少しだ、頑張れよ。98、大丈夫、大丈夫。99、100と言わせてお役人様。
26。ちょっとちょっと、お役人様、ちょっと、28。ちょっとね、29。ちょっとちょっと、どんな性格してんですか、あんた。あんた、あんた、15。14。13。12。それはないよ。11。お控えなすって。手前小国は丹波です。丹波の国は山高く、見下ろしは京の都は春霞。ガキの頃からぶれ出して、喧嘩博打にゆすりやたかり、追われてさすらう旅の空、流れ着いたるこの江戸で、女だてらの白波とせ、それもついには幕となり、すっぱりお務め果たします。牙を抜かれた山猫の呼び名をお蝶と申します。よいよー。どうなんですか、お納めください。何何公領、何公領だ、公領だ、公領だ、公領だ。いやだ。だけど新さん、それ本当？ああ、要するにお嬢のやつが盗む前に例の偽役人たちが油揚げをさらったってわけだ。へえ、あのお嬢さんが盗人だったなんて信じられねえな。おい、でもだ、人は見かけによらねえもんだぜ。新さん、気をつけなきゃいけませんな、特に女には。ああ、そうだな。ねえ新さん、そこ行くと私なんか絶対大丈夫でしょ。いや、わからんぞ。ひょっとしたらおまっちゃんだって。そいつは言えますな。お兄ちゃん、しんちゃんの前でひどいわ。やだもん、しんちゃんの前でやだもん。やだもん、やだもん。ねえ、それ。おまっちゃん、熱いもん。この俺が選んだ道じゃ、たとえ茨の道だとて、決して決して決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか、ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記、暴れん坊将軍。次回は、こちらもです。偽金が出回っていると。偽金を作るとしても、それなりの金がいるわけだ。もしその金が盗んだものであれば。忠相、三月前の件か。右京様は私に佐渡に帰れとおっしゃるのですか。そうだ、あんたが江戸にいては帰ってまずいことになる。右京はお前と将来を誓った仲だ。きっと力になってくれるだろう。折を見て江戸に行き、二人で真相を探ってくれ。次回、山吹色の茶道家さ、どうぞご期待ください。